156人が犠牲となった韓国イテウォンの雑踏事故で、多数の犠牲者が出た現場に初めてカメラが入りました。明日で事故発生から2週間となるのを前に規制線が解かれましたので、実際に坂に来てみました。見た目よりもですね、かなり急な勾配となっていることが分かります。そしてこちらは足元に大きな段差があって、下が見えない状態だと転んでしまう可能性があります。こちらの壁は事故の衝撃で設置されていた看板が剥がれてしまっています。事故以来続いていた立ち入り規制について、警察は現場での捜査が完了し次第解除するとしていました。9日には違法増築で道幅を狭めたとして、現場に面したホテルに家宅捜索が行われるなど、事故の原因究明が続いています。